日本東京都中央区日本橋本町、日本橋本町は、東京都中央区の町名である。現行行政地名は、日本橋本町1丁目から、日本橋本町4丁目。郵便番号は103-0023。旧日本橋区にあたる日本橋地域の西側に位置し、千代田区との区境にあたる。北で、千代田区神田三倉町。 岩本町、東で、日本橋小伝馬町、日本橋大伝馬町、日本橋堀止町、日本橋小舟町、南東で、日本橋小網町、南で日本橋、西で、日本橋室町、北西で、千代田区火事町と接する。老舗の商店が数多くの木を連ねており、薬問屋が多く、の木を連ねていた名残として、現在では、製薬会社の本社、 支店も数多く立地する。国内5大医薬品メーカーのうち、武田薬品工業、アステラス製薬、第1三協の3社がこの地に本社、または東京本社を置いている。大阪市中央区の土生町とともに、日本を代表する薬の町として知られている。日本橋兜町に所在する中央警察署及び、 日本橋消防署の管轄区域にあたる。江戸時代には、江戸本町の名称で、江戸を代表する町として名高い場所であった。徳川家康の江戸入府以前には、福田村ともまた、須崎とも呼ばれていたという。その後1590年に町地として開発されて、以降、官営の頃にはすでに県、大阪より大棚が進出し、商業地域として、 大いに発展を遂げた。本町という町名は、江戸の中で初めに作られた大元の町という意味である。一町目から四町目まであり、江戸時代には、薬師ドニアや五福屋をはじめとしていろいろな種類の商店が多く集まった。下作者の式典三馬は、当時の本町二丁目に住んでいて、本町屋んと交し、下作を書く傍ら商売を営んでいた。三代目、 瀬川女皇も本町四丁目の出身である。江戸城内から、時は橋、日本橋本町を通り、浅草橋に至る。本町筋は、江戸時代から、明治初年まで、江戸イコール東京の目向き通りであった。1932年、関東大震災後の区画整理により、本町は、近隣の本国町と同様に町域を変更することになり、周辺の伊勢町、 岩月町、大伝馬町、鉄砲町、本小田原町、本国町、本仙町などの全部、または一部を合併し、現在の本町一丁目から四丁目となっている。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。